ほうれん草が発芽したんだけれども、草もいっぱい出てきてるん でこのままにしておけば草だらけになって、まあ、光合成を阻害したりとか、まあ、具合が良くないんで、今日はこの草を除草していく。でその時にね、こう一個一個取るんじゃなくて、こんなのやってたら、ね、一個一個手で取ってたら効率悪いんで、まあ、釜とかこういうのでひたすらこうかき混ぜる。こういう作業を中耕って言います。中を耕すで中耕、結構極まできる。でこうやって空気入れば土も乾きやすくなって、発芽したての弱い草はこれで消えていきます。でこういう、これ毒ダミだな、こういうのは取り除くと。で、この時期の発芽したての野菜、まあこれほうれん草なんだけども、であっちは小松菜なんだけれども、こういうのって今の時期はまだ直根、まっすぐ伸びる根っこがメインなんで、まだ結構際までやっても大丈夫、ね、発芽したては大丈夫で、この後大きくなってくると直根まっすぐ伸びた後に横に伸びてくるんで、まっすぐ伸びた後横に伸びてくる。その時にこういうことやってると根っこを傷つけてしまうんで、やるんであればこういう発芽して少しの時期、すぐの時期に、中耕作業っていうのをやるとだいぶ草が抑えられるんで、まあおすすめっつうか、まあお約束でね、この時期にやるべき作業、ね。で表面土も固まってるんで、それをほぐして空気が入りやすくなって、まあ、根っこに酸素が届きやすくなるとか、そういう効果もあるらしいんで、うん、まあ一番はやっぱり草だよね。草をいかに消すか抑えるかと考えても、野菜と雑草、まあ、草ね、用意どんでスタートすると絶対に草が勝ちます。で草が上になって光合成できなくなっちゃうんで、それを防ぐために初期生育の時だけはこうやってね、草を抑えてあげる、お手伝いをしてあげると、まあ、光合成阻害の邪魔になるものがいなくなるんで、ほうれん草なりなんなり野菜が育つ、なんだ、邪魔になるものを阻害なんだ、成長を阻害する邪魔者をね、排除するっていうか抑えることができるんで、環境を整えることになるんで、こういう作業をしてあげればいいと思いますんで、まあこういう釜とかでいいんで、ぜひやってほしいなと思います。ある程度大きくなってから際のやつこう抜いていくと、この根っこまで絡まって、ほうれん草、これ言えばほうれん草ね、と草の根っこが絡まってそっちの根も傷めてしまうから、やはりこういう発芽したすぐの時期に中耕作業で、草を抑えていく、これが大事になってくるんで、ぜひこのぐらいの本葉が出始めたぐらい、ね、これが本葉なんだけども、ね、本葉が出始めたぐらいの時期を狙って、まあ、ぜひやってほしいなと思います。朝の8時に草を先中耕して、今の状態が、まあ大体こんな感じで、まあ、しおれてる感じです、うん、でこの際のところは残ってるんだけども、こういうのね、こういうのとか、これは手で抜くしかないけれども、俺はこのくらいだったら取らない。まあなんていうか、別に肥料入れてるわけじゃないし、めちゃくちゃね、だから肥料の競合が起きるとかそういうことは考えていないし、で俺が気をつけたいのは、このほうれん草の高さを超える草、要するに影になってしまう、ほうれん草に日が当たらない状況であれば、手で取ります。でも現状ではそういう状況じゃないんで、一応放置キープそのままでいいとやっておきます。で、まあ、要するに日陰にならないようにしてあげるぐらいの手間をかけると。で、あとはね、この草が茂ってきて風通しが悪くなる、そうすると蒸れる、こうなると病気の原因になるんで、風通しとか日当たりを確保するために草は取るけれども、基本的には取らない、あまり手をかけない。手かけてればどこまでも手かかって忙しくなっちゃうんで、そういう感じでやってます。こういうとこまだ登ってるとこもあるけど、こういうの抜いておいとけばね、晴れる日の朝にやれば、こういうのはどんどん消えていくんでね、手作業でやるときは、うん、晴れる日の朝がおすすめ。まあ、とりあえず蒸れないように、お日様が当たるように、日陰にならないように、作物の日陰にならないようになればそれで十分だと思うんで、あまり目の敵にして草を取らなくていいと思います。
ね、まあ、取ってればずっとね、ずっと取れちゃうんだよね。なんか夢中になっちゃうじゃん、こういう作業って、ね、延々と続いちゃうんで。でこのくらいの範囲であっても草取るのって大変なんですよ。だいたい1メートル50センチぐらいの畝なんだけども、幅は1メートルぐらいだけども、これでもかなり時間かかるよ。手で取ってればそんなに関わってられないんで、草ごときでさ、ピッ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 騒ぐほどではないと思うんで、俺はね、ね、多少草生えだっていいじゃない、作物取れれば、そういうスタンスなんで、まあ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 、まあ、そんな感じでやってます。でこういう感じで、晴れる日の朝に中耕して置いといて、草を乾燥させて枯らして減らす、もしくは殺せなかったつが採除できなかったとしても、生育を遅らせられるんで、一回こう浮いてしまえばね、あの土から離れて動かされてしまえば、その間に、ほうれん草が大きくなって、日陰にならない、ほうれん草の方が大きくなって逆に草を抑えることができるんで、雑草、草と、いや作物の競争だから、どっちが先に大きくなるかね、その勝負。ほうれん草が先に大きくなってしまえば、あの草は逆に日陰になって大きくなれないんで、そこのバランスを調整してあげてるだけなんで、ね、だから、ね、日が当たって蒸れなければ、風通しが良ければそれでいいんで、あまり 目くじら立ててさ、草を敵にしなくてもいいとは思います。まあ、こういう感じで草を、ね、と付き合っていければいいんじゃないかなと、ね、今日は中耕について、まあ、動画にまとめて、あとはダラダラと喋ったっていう感じの動画になります。